やっちゃうよ、ライドです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、これをやっていきたいなと思います。ってことで、ね、ちょっと確認、あぶねあぶねボスるとこだった。ってことで、行きたいと思います。行きましょう。これなんですけど、今日はね、あれなんですよ、ペッカマジャチャなんですけど、このね、ゴーストの枠はテンプレは、ダクプリなんですよね。そうなんですけど、俺は個人的にちょっとウッドが増えていて、ダクプリのね、あの勢いがバーンってね、剥がされすぎなね、ちょっとウッドが増えすぎなんですよね、やっぱり。うん、あのタルババ大好きの俺でさえウッドを今結構使ってるので、やっぱりそんな感じの人がね結構多いんですよね。ってことで、やりたいと思います。どうぞ。はい、ってことですね。やっていくんですけど、今日はね、ちょっとね、かのポケモン実況者のね、ライバロリさん家にね、行くんですけど、誰と行くんだっけな。ラット、テンゴット、ミカンさん、シュンかな確か。うん。で、行くんですけどね。結構、異色なメンツ。そう。で、なんでシューンって思う人がいると思うんですけど、そう、シューンがね、割とやっぱ、バロリさんの動画とかね、結構見てるらしくて、そう、だから俺も行きたいって言ってて、で、バロリさんめっちゃなんか、あれなんですよね。もうフレンドリーな人で、そう。なんで、もういつでもいいよ、みたいな。俺も初対面でなんか、俺に染まっちゃっていいよ、みたいな。そんな人だったんで、ね、マジっすかみたいな。だからめっちゃいい人なんですよね。迫撃リガースね。でコウモリってことは多分ポイズン型。うん。で、ディガー使ったんで、ペッカ、ケツから出していきます。破撃はないんでね。これ大体ケツペッカすると逆再破撃立てられるんですけど、これはもうペッカが潰してくれるんで。まあ、マスケリンポイズンうち、あれですね。って感じで。で、バルキリーを使った瞬間に、これまずマスケに、危ねえ。ポイズン打って、マジャチャをしていきます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。とりあえずこれで古城ババをね、バーンと出していって、いいよ、いいよ、スケがないからね、これ、バチクソ刺さりますね。でもう一発ぐらい入れてほしいな。で、これ多分、結構入ります、この言うのが。はい、で、これコウモリのターンなんで、これ多分もう折れたんじゃないかな。オッケー。スケがまだ回ってないんでね。でワンチャンこれに穴掘りつなげてくるから、待つけど、OK という感じで、とりあえず一本おりましたね。まあ、とりあえず、迫撃、相手のデッキを探って、迫撃がない場合ですね。迫撃ディガーの相手の時とか特に、その、ディガープラスの何かが守れる形なのであれば、これも無視でいいですね。うん。で、はい。これで、これさ、ここは難しいよな。非常に。ああ、なるほど。これ守るよーん。よいしょ。これはちゃんとね、守った方がね、相手からしたらね、鬱陶しいんですよね、非常に。そうなんで、で、ここは、防衛に回ります。ここで迫撃も受けれて、こっちでね。まあ、これはポイズナーでいいですね。ポイズナーじゃない、エレカーだ。で、次は相手はこれを受けて、マナ掘りを立てるしかないという感じで、こっちはもう時間的に受けなくていいんでね。まあ、この辺にマジャス適当に出し、はい。まあ、リガー間に合わねえだろう、よいと。OK! グッドゲーム。まあまあまあ、とりあえず結構強いデッキですね、マジで。で、俺、前ペッカがちょっとね、弱くなっちゃったなーって言ったんですけど、あのね、バランス調整のね、人の情報からすると、なんか強いらしいです。強いらしいです。なんか、なんなら弱体するためにヒットポイントを 9.5% 下げて、まあ、しゃーなしやなっつって、その、なんだろう、ペッカの射程を上げたんですけど、それがね、でかすぎて、なんかやりすぎちゃったみたいで、なんか今勝率上がってるらしいですね、ペッカ。そうなんで、もともと結構最強の一角にいたんですけど、もう、なんだろう、ずば抜けちゃったみたいな感じらしいですね。で、ペッカまだそのシーン見せれてないんですけど、前回の数世前のプリンスと同じで、なんかペッカ壁っていうか、なんだろう、川の向こうのユニットが殴れるんですよ。で、どういうことって思う人いると思うんですけど、そう、川って2マスぐらいやるんですよね。そう。1マスかな知らんけど。1.5 か2マスか1マスか知らんけど、まあ、だから向こう、川の向こうにいるユニットに、ペッカーをね、パーンって出すと、殴れるんですよ。そう、射程が長いから。そうそうそう。なんでね、
そうだから、ここにいるユニットがいるとするじゃないですか。そしたらここに出せば、殴れるんですよね。ペッカここバギーンってここ、まあ、その、ね、シーンをね、できれば見せたいなと思うんですけど、スケってことはクロスか穴掘りかホグかどれでも最悪ホグですね。いやまだわかんない、まだイリポンクロスの可能性を残している。これテスラが来るのか大砲が来るのかといったところですが、丸太だけじゃわからない。雪玉ってことはうおいしょー、これワープユーノできる、よいしょ。あーこれエリポンパコーンが来るな、よいしょ。でこれで多分アイゴレが来るんで、おテスラ珍しい、珍しいパターンだなそれ。まあ、これでもしクロスと被っても端前ペッカすればいいだけなんで、今のペッカねマジ強いんでね。でこれいっちゃいます、よいしょ。まあ、おそらくやってくれるでしょうという感じで、よいしょ。はい、まあアイゴレの逆サイ誘導は入るかなと思うんで、家の足し、よいしょ。これでペッカが一発でも殴ってくれればね。で今アイゴレがないんで、そうなんですよ、止めるカードがないんですね。なんでこうウッドで剥がすか雪玉かぐらいで、はいはいはい。ここでエリアドちょっと取られているので、ここで多分ポンプが来るんじゃないかなって。でポンプにこっちにポンプが来て、そこに俺がポイズンを打つんで、ケツマスケからリズムを作られる感じになると思うんですね。なんでもうバシバシ攻めちゃいます、よいしょ。オッケー、よいしょ、オッケー、いいよ。で、ケツペッカ。はい。ダイゴレ使ったんで、よいしょ。多分テスラが来ると思うんですよね、これ。おー、来ない。で、この、いいよ。いい形。いい形。めちゃくちゃいい形。このまま行きまーす。あ、で、そう、気づいた人いると思うんですけど、縦画面でやってます。で、その理由なんですけどね。単純に、今、ポロンさんと、ケンツと、あとね、なんだっけ、ポロンさん、ケンツ、焼き鳥が、今結構その YouTube で、勢いがめちゃくちゃあるんですよ。そう。で俺よりも焼き鳥なんかその登録者ね1万人少ないんですけど、全然俺よりもそうなんだろうすごくて、なんでね真似をしようと思ったんですよ。何がなんかすごい人のやっぱ真似をするのって大事じゃないですか。だから真似をしようと思った時に縦画面なんですよね全員。そうだから、じゃあ俺これなら俺でも真似できるわと思って縦画面にすることにしました。はい、ポイズン、いいよ。これ、好きが来る。オーケー。いいね。このさ、ペッカが暴れてんだよな、マジで。はい、グッドゲーム。って感じで、ね、多分、そのなんか、みんなが射程になれたら、どうなのかなって思うんですけど、今のところは、この射程になれてないから、ペッカのこんくらいのね、例えばですけど、なんだろう、本当は4マスぐらい離して出さなきゃいけない建物とかも、まあ、ペッカーならこんくらいで大丈夫やろっつって3マスぐらいしか、なんだろう、離さないと、スケとかをね、秒で消された時にペッカーが1マスされてジャギーンっつってね、施設潰しに行くんですよ、今みたいに。そう。ペッカーが今みたいな狭いところでめちゃくちゃ暴れるんですよね。そう。で、ユーノとかゴーストが、相手がなんかもう辛そうにして、多分エリポン1回立てたか。うん。けど、言うて、なんか、なかなかいやらしい攻めっていうか、勝手にいやらしい攻めになるんですよね。そう。だからね、めちゃくちゃ今、いいっすね。体感。うん。俺ね、ちょっと、あー、ペッカ良くなっちゃったなーとか言ってたけど、今ね、勝てなかったクロスにも勝てたんで。あと、ゴーストにしてる理由は、クロスに勝ちやすいです。そう。ね、ダクプリだと、やっぱり、なんだろう。がっつり形を組むと、がっつり形を組む、例えばですけど、ケツペッカからの、その、後ろにダックプリをつけて、ペッカに出してきた小物を消すっていう、がっつりした強めの形をね、作ることができるのがダックプリなんですけど、言うて今、ウッドでも縦剥がされるし、そう、なんで、今ね、多分、ゴーストの方が強いですね。シンプルに。
あ、ミスったー、最悪だー、飛んだー。ペッカ来ます。めちゃくちゃダメージもらったな、マジで切れそう。まあミラー対決ですね。あとダックプリが、まあ、あの 俺のダックプリかで、ダックプリとゴースト型どっちがその対面強いのって話なんですけど、圧倒的ダックプリですね、残念ながら。でもこれ工場つけちゃっていいん でダックプリが多分来るんで、これエリキ出します。ペシーンと、はいはいはい。でエリキの一発とこれペッカーが潰してくれるんでね、よいしょ、いい話いい話。うつれーい、よいしょ。まあ、しゃーなしっすね。序盤は多分、だいぶしゃーなしっすね。いやー、だるいな、それ。で、これは工場受けかなー。うん、違うか。普通にいるか。うわー、その受けはいやらしい。まあ、ケツペッカと足前工場がギリギリ被んないことを祈り、まあ、雪玉使ったんで、いやー微妙ー。このユーノの受けに6個数使っちゃうのが痛すぎますね。まあこれ無視でいいっすわ、しゃーなし。これで形組みます。でエリキ空いてないんで今切ったんで、でマジアチャもねあと1枚ぐらいで回るんですよ。だからマジアチャにポイズン打って、なんでマジアチャにポイズン打てばいいんで、おーし、いい、めっちゃいい流れ、めっちゃいい流れ。おや、これエレキしかない、左。オッケーオッケー。これでペッカフルで残します。うわーマジか、エレキが邪魔しやがった。ワンチャン来るな。あーペッカかこれ。あーなるほどね。まあここね俺の見せどころやなと。いやーちょっとさ、マジでしかぶち抜きすぎなんだよな。やばい、これやばい。うわーペッカ来たー、最悪だー。まあ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 、まだいけるまだいける、全然いける。マジアチャ来るんでね。イエグエイ。オッケー。これでも普通にいい気がするよ。いいよ、いいよ。ああ、雪玉いらんかった。おいしょ。先に送らして、これが強い、この形が強い。でこれに雪玉また打ってくるんでポイズン打ちます。 OK。 でもう一体ユニットとかが、これ受け、細かい受けがないんで、ユーノ頼むから死んでくれ、ユーノ頼むから死んでくれ。 OKOK。 でこれマジャチャ来たら弾きます。危ねえ、マジもう回ってる。くあー負けた、くそ悔しい。うわー、343。まあまあまあ頑張ったでしょう。やばい、よし行きます。うわーマジかよ、くそ悔しいな。ラスト頼むから勝ちたい。相手がラムだったんか、なるほどな。でペッカってあれなんですよね、その基本的に3回4アド取らないと逆サイ攻めできなくて、その理由としてはペッカエリキを作って逆サイを攻めると、そのあれなんですよね、
そのなんか言うのとかダックプリで受けられて、その前に工場つけられて、両サイズ目が止まんなくなるんですよ。そう。まあそれはラムでも言えることなんですけど。なんで、基本的に相手が逆サイ攻めてきたら、おいしいおいしいって感じで、同サイズ目をして、まあだから、基本的には、その、ペッカの後ろに工場をつけて、で、それを止めるために出してきたエレキとかにポイズンを打つっていうのが基本的な流れなんですね。そう。で、エリキを潰して、相手が雪玉とか咲かして、まあ、おいしいおいしいってやって、エリアド取って、次は逆サイ攻めたろうかな、ぐらいのね、感じが理想なんですけど、まあ、そうですね。マッチングしねー。やばい。全然マッチングしない。えぐくないですか、これ。やばいなぁ。まあまあまあ、もしね、あれの人は、もうこれ雑談タイムなんで、もし飛ばしたい人は次の試合まで飛ばしてもらえればなと思うんですけど、ペッカマジアチャーですね、もう完全に俺がね、好きなカード2枚入っちゃってるんで、もう、俺の時代ですね。だけど、もう運営の人が、ちょっとペッカがね、強くなりすぎたっつって、今みんなが慣れてないだけかもしれないけど、もしこのまま勝率が変わんなかったら絶対に修正を入れるよって言ってたんで、やめてくれって思いますね。本当にね、強いまま放置してほしい。いやーでもね、ペッカがな、逆にそうなんだろう、弱くしようとして強くしちゃったっていうと、オリジナル調、そのなんか考えていた調整は、ヒットポイント、射程とか変えずに、ヒットポイントを、射程を長距離にしてヒットポイントを 15% 下げようとしてたらしいんですよね。そう、だけど 15% も下げたらさすがに使用感変わりすぎて、なんか混乱するかなみたいな感じで、ちょっと下げて 9.5% にしたらしいんですよ。らしくて、だから、今のままで、その 9.5% 下げたままでレンジを中距離に戻そうかなみたいな。言ってて、へーと思って。あとなんかトリトンがね、なんか空と陸両方攻撃できるようになるかもしれないとか、そんなことを運営の人が言ってましたね。そう。まあツイッターで結構そういう情報回ってくるんで、ツイッター便利ですね。結構ね。そう。で、あとね、あれ何しようとしたの？何言おうとしたか忘れた。何言おうとしたんだっけな。あ、そう。ペッカ、その、橋前、なんだろう。ペッカとプリンスって今、その、レンジ、その、射程ですね。射程が、同じ、その、なんだろう。近いキャラの中で、長距離なんですけど、マッチングした。長距離なんですけど、その長距離の中でも多分、射程の違いがあって、ペッカは川の向こうのね、ここら辺にいるユニットを殴れるんですけど、プリンスはもう殴れなくなったみたいなんですよね。そう。なんで、多分、初心者の人が、初心者っていうと本当にトロ、1000とか2000までの人が分かりやすいように、たまたまね、その射程どんくらいなんだろうって気になった時に、あ、これ長距離なんだ、あ、これ中距離なんだ、短距離なんだって分かりやすいように多分変えたんじゃないかなっていう。細かい数字は表記もされてないんですけど、まあそれはでも自分で感じてくれって感じだと思うんですね。俺も全然分かんないんですけど、多分もう運営がその新規の人が分かりやすいように変えたんじゃないかなって思いますね。よいしょ。いやー、このさ、有能機がなくなるんだよなー、マジで。しゃあなしで、ふぅ。うわー、それはちょっと分かってんなー。分かってる動きをしてくるのが一番きつい。これ、後ろに工場つけてきたらもう優秀ですね。あ、後ろじゃない。まあまあまあ、これは全然いいですね。全然美味しい。なんなら。どうでしょう。お、このユーノ無視して、これエリキが来るんで、ユーノつけちゃいます。これさ、エリあんのかな相手。オッケーオッケー。これペッカが生きてるんで、そうなんですよね。はい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 。え、めちゃくちゃいいユーノじゃなかった今の。えぐ！俺のユーノえぐ！めちゃくちゃいいユーノだった今の。エリがね、こっちに言うのとか、工場画像とかをしてたんでね、エリがないかなと思ってやったんですけど。で、これまた相手が、言うのと、なんだっけ、ペッカ、ケツペッカしかないですね、相手が。なんで俺はこっちに合わせますと。
お、工場、これ、橋前ペッカの顔ですね。橋前ペッカの顔してるんで、はい。やばい、マジで。マジで。くそ、ちょっと待って。やべえ、これ、よくねえ気がする。よいしょ。足してこい、言うの。よっしゃー、足してきた。よしよしよし、ちゃんとペッカで受けてよかった。待った甲斐がありましたね。で、あとはもう、勝ちなんで、これで、ペッカを待ち合わせでぶち抜くだけですね。よいしょ。いえ、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 もうこれも2本目も折れて。イエーイ、ありがとう。やったー、12勝できた。またダックプリ型の工場ですね。やっぱりそのマルチだと圧倒的にゴースト型が多いんですけど、やっぱりそのグラチャルだとダックプリが多いですね。うん。で、多分その理由としてはあれなんですよ。あのダックプリの方がちょっと簡単なんですよね。うん。やっぱりそのジャイに近い感じでペッカプラスのなんだろう、ダックプリを作って、まあ、逆サイ工場加工するって結構わかりやすい動きができるんで、多分そのペッカをちょっとやってみようかなっていう人からしたら結構やりやすいなみたいな。でも今ちょっとね、当たってなかったんですけど、ウッドはね、あ、でもそんな当たってない。あ、でもこれあれだ、フレバト、昨日ミラティブの企画でフレバトしたから。だけどウッドがね、マジで増えてます。ウッドが本当に増えてる。俺みたいなウッドね、今まで1ミリも使ってこなかったやつもウッド使う環境なんで、ウッドが増えてるんで、個人的にはゴースがおすすめですね。うん。てな感じで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、次の動画でちょっと、ゴーストとね、ダックフリの違いについてね、語ったりとかね、したいなと思うんでね、最後に宝箱開けて、おっと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 。イェイ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 と。お、これはトリトン来るぞ。あー、いや、いらんわ。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。あ、ですね。今ね、毎日日本投稿やってますので、もしよければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで今日は終わります。お疲れ様でした。